俺の名前はケイタ、伝説のお手伝い。自分で伝説って言っちゃうパターン。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで次はね、ケイタのどこだったかしら、これかケイタの試練を受けに行きたいと思うから、現代に飛ぼう。桜台小学校、大森神社あたりでいいかな、わからんけどあ、でもどっちもそんな距離変わらんか。はい、来たー。覇者の力の試練ってどれくらい厳しいんでしょう。よーし、ここまで来たらどんなに厳しくてもやるしかない。頑張ろう。とりあえずちょっと私はケータに変えておこうと思うよ。ケータ、よし、オッケー。さあ、これで、なになに？何かしら察知してるよね。なんかいろいろといるみたいだけれど。なんだかいろいろといるみたいだけれど。この辺になんかあるね。あれ？ここじゃなかった？あ、今なんか。どこ？動いた？気のせいかな。はい、陽気汚染。ひっぺがしますか。私の方が先に見つけたからね。対抗するやつ。ひっぺがせえ。お、バクやん。陽気汚染に潜んでいたバクにバトルを挑みます。はい。こういう陽気汚染のとことかじゃないとさ、いまいちこうちゃんと妖怪たちが出てきてくれないから。ん？これは一体ここ？あ、ここやね。これも陽気汚染や。汚染されすぎじゃね？めっちゃ思うけど汚染されすぎじゃね？はい、来たー。さあ、来いや来いや、寝返したのはいい。アイテムじゃなかったえ、またバク？多くね、バク。何ここ、野生のバクが生息してるの。めっちゃでもこういう普通の戦闘でさ、なんかアークとかも手に入るけんいい感じよね。ちょ待って、あとはあそこになんか E ランクの妖怪が。ちょ待って、こっちから行けんやん。何かしら E ランクの妖怪がおるっぽいんやけど、一体何かしら。とりあえずこっちから。何これ、陽気汚染か普通に。ちょ待って、なんか別の方、多分 E ランクの妖怪の方に反応しとるね犬が。へい、はい、ひっぺがす。え、ちょっと待って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 、ひっぺがせてない。え？ひっぺがせた今。え？何もないとかいうことあるの？なんかなくなったんだけど。え？どういうことだよ。そして君は誰だい？誰？人面犬？人面犬だ。どうも。なんですか？いじめるなら抵抗しますよ。え？いじめないよ、別に。ああ、いなくなった人面犬。さあ、これで、あとは？あ、そっか。とりあえず、クエストで引き受けないと何も始まらないのか。集まれ、ノリノリ超試練。覇者の力を引き出すための試練を受けることになった妖怪探偵団。ケイタに力を授ける試練の導き手は大森山にいるようだが。あ、ここ？マジで？はい、ナビしましょう。どこですか？ん？ガシャの方向？あ、あれか。あれは、ワカメくん？あ、てか、あれだね。まだ、ガシャの周りに妖怪たちいっぱいいるのね。はい。昆布さんやった。誰が誰だか全くわからねえ。あれ、人間さんじゃないですか。ここに何か御用ですか？君が俺に試練を与えてくれる妖怪？確保はできているよ。どんな試練でも来い。なんかめっちゃ弱そうやけど大丈夫かな。
試練。違いますね。何ですかそれ。今僕たち妖怪たちでパーティー中なんですけど。え？パーティー？っていうかあなたは妖怪落ち着かいのケイタ君じゃないですか。あなた妖怪のあれでは有名人なんですよ。これは一緒にパーティーしなきゃですね。いやいや、俺試練を受けなきゃいけないからそんなことしてる場合じゃないんですけど。そんな堅いこと言わないで、みんなと乾杯してきてくださいよ。いや、うるさいよ。イエーイって言われても仕方ないな。みんなと乾杯するの？どうも。マネマネキンキン。久しぶりだね。あれからフミちゃんとの仲はどう？君はもしかしてフミちゃんで化けてたやつ？あれは面白かったな。偶然出会ったパターンはあの手この手で。ちょっと待った。ここでその話は。仕方ない。秘密にしておいてあげるか。そうそう、この話はおしまい。乾杯。マネマネ。お、ラムネゲット。なるほど、アイテムがもらえるんだね。うん、こんにちは、吹雪姫。あら、あなたも来ていたの。妖怪のパーティーに飛び入り参加するなんて、あなたいよいよ人間離れしてきたわね。ほっといてよ。そうそう、ファンクラブの調子はどう？みんなで仲良く楽しくやれているわよ。あなたのおかげかもね。よかった、グレリンたちにもよろしくね。それじゃあ乾杯。乾杯。紅茶貴族、かっこいい。よっせ。あ、ケイタくんじゃないですか。のかっぱも来たんだ。今時のカッパは流行に敏感っすからね。楽しそうなことがあったらすぐ首を突っ込むっす。ケイタくんもいろんなところを旅してるっすよね。旅の思い出とか貸してほしいっす。大物妖怪が大集合した。本物のカッパを見た。のかっぱが本物じゃないと言っているかのような。そういえば過去の世界でもカッパを見たよ。マジっすか？どんなやつだったっすか？なんというか、ちゃんとしたカッパって感じだった。まるで俺がちゃんとしてないカッパみたいじゃないっすか。てか呼んであげたいよね、ちょっと。それ言えてるかも。というわけで乾杯。なんすかもう、乾杯。仲良しか。ドクターラッパを手に入れた。おめえあれだ、妖怪落ち着かいのケータレネが。噂に聞いてる、通縁だってな。実はわしも通縁だべ。この絡まれ方は、バトルに発展するよ、マジで。さすが妖怪落ち着かい、よくわかってるでねが。わしと腕試していこうか。マジで行きます、じゃあ。頑張ります。ええ返事や。それじゃあ行くで。急な関西弁。これが試練とかじゃないよね、別に。なんか一体だけで現れたけど。ゴーゴー。ほら、なんか今までのその辺の雑魚妖怪とはちょっと違うぜみたいな、そんな感じないね。ちょっとよくわからんけど。とりあえず回復系は拾っていく。ほら、結構さ、体力減るの遅くない？ああ、待って。容器吸い通る。容器が使えなくなって。容器しよう。痛い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 。ジャーボーおいで。いやー、怖いよー。大蛇山フェスティバルー。お、めっちゃ吹っ飛ばせた。嬉しい。やったね。ふう、なんとか一個拾うやつ。ちょっと体力やばかったけんね、今消えた。ダビー。やっぱ強え。ガッハッハ。びっくりした。ナマハゲ本当に強かったし。ダビダビ。さっきの敵は今の友だ。乾杯しようでねが。乾杯。乾杯でねが。マンモゴットを手に入れた。モッチー。乾杯。あれ、お前どっかで会ったモッチ？妖魔界で会ったような会ったことないような、あのいっぱい依頼してきた力持ち。横断爆弾おにぎりをくれたら思い出しそうな気がするモッチ。またしても。え、バトルでもできるの？バトルして思い出させる、うん、よし、前みたいにバトルで思い出させてあげるよ。ちょっと待つモッチ、この間より決断が早いモッチ。覚えとるやないかい。はい、来た力持ち。この子別に強くなかったもんね。
通に強くなかったもんね。もちもちもち、ちょっと回復したい。ちょ、回復拾いやがったな。私が回復するべきでしょ。ちょっと狙ってきためっちゃ狙ってきた。よし、陽気スイートール、陽気スイートールのねスピードもめっちゃ上がったけんいい感じなんよね今。陽気ショットやめてよ、せっかく回復したのに。お、フユニャンおいで。よし、行くぜ、ど根性ストレート肉球。へい、やったねフユニャンやったね、かっこいいわ。ちょっと待った、嘘嘘、これ嘘だから。ちょっとからかうつもりでおにぎり欲しいなって言ってみただけ。もちなんだ、言ってみただけか全く浮かずに冗談も言えない。もちごめんごめん、気を取り直して乾杯。葉緑茶を手に入れた。やった、飲み物いっぱい手に入れた。これでみんなと乾杯したかな。昆布さんに報告しよう。ゴーゴーゴー、乾杯したよ昆布さん。さすがですよ、ケイタくん。妖怪だらけのパーティーにここまで馴染める人間を見たことありません。それは褒められてるのかな、ケイタくんが妖怪地味取るってことでは。そうだ、ケイタくん。せっかくの特別ゲストとして挨拶お願いしていいですか。いいけど、別に。仕方がないな。そう来なくっちゃ。何をさせられるの。みんな、盛り上がってるかーい。さて、今日はここで特別ゲストを紹介しちゃいましょう。友達妖怪を作るためなら過去へ、未来へ、 USA へ。桜ニュータウンが生んだ伝説の持ち使い、ケイタくんです。妖魔界へも入れてくれないと。では自己紹介の方をどうぞ。ほらケイタ、黙ってないで何か言うにゃん。ケイタくん頑張って。俺の名前はケイタ、伝説のお手伝い。自分で伝説って言っちゃうパターン。妖魔界に平和を取り戻すため、そのなきは俺が倒す。かっこいい。え、盛り上がらねえ。そのなきって誰だろう。なんすか、よくわからないっすけど、どうせまたやべえラスボスと戦ってるんじゃないっすか。違いますね。なるほど、伝説のお手伝いは格が違いますね。盛り上がってる。盛り上がったのか。いいぞいいぞケイタくん。なんだか楽しそうね。私も混ざっていいかしら。空泣き倒すのに混ざるだと。ガハハ、楽しそうだべ。そうっす、しょうがないっすね。俺の本気見せてやるっす。マネマネキンキン、盛り上がってきました。いや、君たちじゃちょっと役に立たないでしょ。そっか、妖怪たちみんなと一緒に。うん、いいね、みんなで一緒に空泣きを倒しておくか。いくぜ。そうと決まればみんなで一緒に空泣きを倒し修行行ってみよう。ウィー、盛り上がって、戦うのみんなと。そういうこと？よっしゃ、行くぜ。さあ、来いや。バトルスタート。今回は特別に必殺ゲージを満タンにしておいたよ。心置きなく練習しましょう。イエーイ。これはまだ練習戦ということなのかしら。しかし、容器がないよ。容器もちゃんと満タンにしといてくれないと。ちょ、待って、強くね？ちょっと待って、友達召喚剣って何？ちょっと待って、友達召喚剣、なに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 今の何？なんかめっちゃいろんなの来たんやけど、さっきあの場におったやつらよね。え、なんかみんな召喚した。そして一発で勝利。これぞ必殺友達召喚剣完成だ。ケイタは新たな必殺技、友達召喚、天を使えるようになった。あ、セットします。やったにゃん！さすがケイタ、ほとんど勢いだけで必殺技を生み出したにゃん。へぇ、試練ってこれのこと？パーッと盛り上がっただけみたいだけど、今までの試練に比べたらめちゃくちゃ楽でめちゃくちゃ楽しかったけど。ね、パーティー騒ぎ。いいじゃないですか。ある意味ケイタくんらしい試練ですし。どんな妖怪でもみんな友達にしてしまう。それがケイタくんの強さの形でウィス。
この力があれば、カジャの力だって生み出すことができるかもしれない。行くぜ！みんな、力を合わせて一緒にソラナキを倒そう。頑張ろう。集まれ、ノリノリ超試練、バッチリ解決。ノリノリな試練というちょっとよくわからない言葉が。でもみんなレベル上がったし、いい感じか。最高のパーティーになりましたね。ケイタ君が来てくれてよかったですよ。それはよかった。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さ、次ふみちゃんの試練で最後ってことか。次も楽やったらいいなって思うけど難しいかな。